品目の材料の紹介です。梅かつおあえです。材料はじゃがいも1個、今日は紫玉ねぎを使っていますが、別に普通の玉ねぎでも大丈夫です。半分。それから梅干しは2個分を今日はペースト状にしています。で、かつお節は1袋分 2g です。で、それからめんつゆとおネギ、ネギは適量です。はい、まずでは和え衣を作っておきます。梅干しです。梅干し叩いてペースト状にしています。それからかつお節、もうこれ1袋全部ドバッと入れちゃいます。それからめんつゆです。これをここでよく混ぜます。これで和え衣の完成です。はい、ではお湯が沸いてきましたので、じゃがいも、さらしておいたじゃがいもを1分ぐらい茹でます。では1分経ちましたので、さっとではこれをさっきの和え衣のところに。そこへさらしておいた玉ねぎも入れます。全体によくこう衣が、和え衣が行き渡ったら、ここへおネギを、これで完成です。では2品目の材料の紹介です。2品目は、スイートチリソース使います。スイートチリソースとカリカリベーコン、それにパセリです。パセリを今日は使いますが、パクチーがあればもっといいと思います。で、じゃがいもと玉ねぎは先ほどと一緒です。はい、お湯を沸いてきましたので、先ほどと同じように1分茹でます。はい、1分経ちましたので、急いでこれを、では和えていきます。スイートチリソースです。カリカリベーコンにパセリ、カフェ55の超簡単レシピ第5弾、いかがでしたか？今回
回は同じ材料、じゃがいもと玉ねぎを使って2品ご紹介いたしました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。